皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。昨日の動画ですね、ちょっといろいろ悩んでますっていう動画を上げたらですね、もう本当に多くの方から温かい励ましのコメントをいただきまして本当にありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。初めてコメントしますという方とかですね、今までも見てたけど、コメントちょっと控えてましたとか、その控えた理由もですね、結構そういうふうに書いてくださった方いらっしゃって嬉しかったんですけど、コメントを返すのが負担になるんじゃないかなと思ってちょっと控えてましたとかっていうふうにおっしゃってくださって、もうみんな優しい。ありがとうございます。もうですね、もう楽しみさんと2人でいっぱいコメント来てたねっつって、嬉しいねっつって、こうやってゆるくでいっちゃがって言いながら2人で、もう本当に励みになっております。コメントに関してですね、やっぱりお返しできない時とか、週末とかですね、やっぱ子どもたちとか見てると、コメント返す時間が取れなくて溜まってしまって、でちょっとすごい量になって、その時でちょっとこうハートマークでお返ししたりとかもするんですけど、私自身がこう文章を考えたりとかすることもすごい好きなので、お返しする分に今の量であればですね、本当にお返しするのは苦ではなくてめちゃくちゃ楽しいんですよ。なかなかほら、視聴されてる方とこうコミュニケーションが取れる機会なんてないので、率直な、ご意見いただいたりとか、本当に応援のコメントも、皆さん優しいこと、皆さん優しいの、本当に優しい言葉ばかりかけてくださるから、私も、やっぱり嬉しくてね、お返ししたくなるんですよね。なので負担になると思ってっていうふうにおっしゃってくださってるんですけど、どんどんくださいね、どんどんください。めちゃくちゃ嬉しいですので、はい、いつも温かく読ませていただいてます。本当に温かいコメント、応援メッセージ、あとグッドボタンですね、押してくださって本当にありがとうございます。今後もですね、ゆるゆるっと無理なくリアルな生活をの様子を届けていければなと思っておりますので、気長にお付き合いいただけると嬉しいです。ということで今日はですね、以前から言ってました、金管の鉄化をちょっとやろうかなと思ってます。もうかなりの数がついてるので、ちょっと1回目の少し数減らししとかないと、後々が大変かなということです。これもリアルな田舎暮らしの生活の一部ですので、そのままお届けできればと思ってますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。じゃあ早速行ってみましょう。はい、金管こんな感じになっております。見えますでしょうか、緑色の実がたくさんついてます。めちゃくちゃいっぱい、マジで量半端ないですよ。ほら、ここね、別に何もしてないんですけど、本当どこのこともそうなんですけど、何もしてないんですけど勝手にいっぱいついてくれるんですよね。ほら、すごくないですか。もうじゃんじゃんなってる、じゃんじゃん。ちなみに辺黄色いのが少しありますけど、あれ去年の冬のやつです。そのまま残ってんの。落ちずにすごい元気がいっぱい。いや、量がですね、ちょっとだいたい一枝に3個4個もうこんな感じでついてしまってるので、もうこれ1個を目指してやります。去年もほとんど残ってしまった状態だったので、もうできるだけ少なくで食べる分を美味しく食べれるようにですね、大きい実をお子供たちに食べてもらえるように、じゃ数少なめで今年やってみましょうかね。じゃあ頑張ります。じゃあ行っていきます、結果します。ここでもいいぐらいだな。どんどんできてますね。また切らんでもいいかもしらん。ちっちゃい実がいっぱいまだある。
さよばきの楽しみさんに頼まれてカメラマンをしたんですよね。あの斜面でトラ狩りにならない方法はありますかということでご質問をいただいてて、その回答動画を撮影したんですけど、ちょっとだけ背負い式をちょっとやってみてんって楽しみさんが教えてくれたやり方で、私もちょっとやってみようかつってこうって本当10振りぐらいしたんですよ、背負い式でですよ。で、塗り目のところをですね10回ぐらいこうやって撫でただけ。今朝ね、ここが激痛ですよ。びっくりした。何この筋肉痛。いや超楽って昨日言ってたんですけど、いや楽だったんですよ本当に。作業中は全然なんかこうきついなってこうよいしょよいしょって軽感じがなかったから、あこれなら体力使わずにいけるねとかって言ってたけど、次の日やばい。やっぱ背負い式もうしたくねえ味で。すげーきち。いやーすごい、もう本当あれは当たり前のように田舎の方たちは皆さんやってらっしゃるからね、重労働ですよね草刈りって。本当当たり前ごつしてなんかじいちゃんばあちゃんがしょったイメージがあったけど、実際、まあ、30代でですよ、30代でこの草刈りやるだけでもう次の日超きついもん。マジでようやっちょるわ、本当にすごいですよ。あこれ、ね、ご視聴くださってる皆さん、草刈りの経験されたことある方多いと思いますけど、皆さんすごいことですよあれマジで。絶対簡単にできることじゃないマジですごいあれ。いやもっと自慢した方がいいですよ、息子さんとか娘さんとか。俺がやってる作業はすごいことなんだぞって言ってくださいね。いやマジできつかったもん。いや毎回背を意識するために次の日ヒーヒー言うてるもんな。昨日のやり方多分今日の夜の動画であげるんじゃないかな、アップされると思うんですけど、もうすごい分かりやすかったので、まあ参考程度にまたご視聴いただけると嬉しいです。楽しみさんみたいにいい音が鳴らないな、パチンパチンって。終わらん。これがいて。地味に昨日のが効くな。すごいでも柑橘のいい匂いがする。
毎年アゲハチョウがすごいいっぱいやってくるんですよ。で、あ、受粉しに来てくれたっちゃつって、たなしんさんと毎年持ってこい持ってこいって言ってたら、かぼすさんとじゅんこさんがここ遊びに来てくれた時に、あれは卵を産みに来てるって言われて、もうびっくりしましたね。ダメじゃんっつって。で、あの案の定今年はですね、まあ蝶々もまあもちろん多かったんですけど、あの葉っぱが結構食われてたんですよ。毎年そこまで、あのアゲハチョウは結構来てるんですけど、そんなに葉っぱ食べられてることってなくて、だから気づかなかったんですよね。そうやっちゃっていう感覚だったんですけど、私結構半分ぐらい葉っぱがなくなってたんですけど、あの強い力強い助っ人がですね、うちにはいまして、うちにはっていうか去年かな、あのたなしんさんのこの金華の木のほんと対面側すぐそこに、たなしんさんのお父さんの駐車場があるんですけど、そこのですねトタンの間にスズメが巣作ってて、赤ちゃんも生まれてたんですよ。ピヨピヨ言うてましたわ。そしたらちょうどその葉っぱが、あー食われてんなーって、結構食われたなーっていう時に、そのスズメちゃんがですね、心よち全部食ってくれました。めっちゃ近いからもうね、行ったり来たり行ったり来たりしてたんですよ。だからあの強制です、強制、自然との強制、すごくないですか。全部食べてくれて、全然あの葉っぱそれから減らなかったですもん。で今も、ね、別にあのそういう影響もなく、こんだけ実がいっぱいなってるのでありがたいですよね。まさかそんないい結果になるとは思わなかった。でもあの芋虫だけはね、私ずっと苦手なんですよね。あの幼虫、あのでっかい芋虫、なんか目がちょっと見える、大きい目が見えるみたいなやつ、もうあれだけはどうしてもどうしても無理だ。でもこういう田舎で生活してたら、まあ、ちっちゃい時から畑とかいじるの好きで、小学校3年生の時とかもばあちゃんと一緒に実家で野菜を育てたりとかで、中学生に上がって自己紹介をしてくださいって、もうみんな繰り上がり、もう、ね、少ない学校やったからこう上がって、あの中学1年生です、じゃあ上級生の人たちに自分の自己紹介をしてくださいって、全校集会の時にですよ、こう挨拶をしたんですけど、その時に私は野菜を育てることが好きですって堂々と言ったら、なんかこうやっぱ思春期じゃないですか、もうみんなクスクスクスみたいな。自分はですね、自分はそういう風に感じて、あー これってもう今みんなやってることじゃないんだと思って。昔からねそういうのは好きだったんですけど、なんかねやっぱそういう世界に入ると周りに合わせたりとかやっぱしちゃうんですよね。そういう時から芋虫苦手だったんですよ。懐かしいわ。学校の先生がなんか見に来ましたよね。そのうちの小学校はなんか結構こう自然体験を子どもたちにさせて、その中で学びを得ていきましょうみたいな、そういうののモデル校みたいなのだったんじゃないかな。なんか研究学習みたいな感じで、他の学校の先生たちがここではこういう活動をしてるとか、子どもたちはこういう考えでこの作物を育ててる、育て方もこう紐を使ってとか、何か自分たちのアイディアを使ってこう種を植えたりとか、等間隔で植えるにはどうしたらいいかみたいなっていうのの研究発表をこうする学校でもあったんですよ。でその先生たちがこう、その3年生の時だったかな、うちに先生たちじゃないですよ、その担任の先生がですね、なんかご自宅でお野菜育ててるんでしょみたいな感じで、わざわざうちに来て写真撮りに来たのを覚えてます、なんか知らんけど。でもああやってなんか誰かに認められるってその後の自信になりますよね。だからずっと私好きだったんじゃないかな。
やっぱ年取って年齢を重ねて思春期とかなってくるとやっぱそれが恥ずかしいことやとかって思ったりするけど、でも未だに覚えてることってそういうことですもんね。なんか誰かにすごいねとか、あ頑張ってるねって言われてることはなんか常に心のどっかにこう支えじゃないけど奥の方にありますもんね。でこうなんかふとした時にそういうことを思い出して、あ自分大丈夫だってなんかこう慰めてる気がします。高いところと中央部もどうしても届かないので楽しみさんに残しておきたいと思います。まあでもちょっと減ったんじゃないかな。ちょっと見てみよう。はい、どうでしょうか。ちょっと数が落ち着いたかな。まあまあでもまだ今から出てきてる芽もいっぱいあるんですよ。まあ、大きく育ってるところに関しての結果は少しできたんですけど、見えますか、こういうまだ赤ちゃんがいっぱいいるんですよ。ほら、ここにもいるかな。ほら、こういうのがね、もう先っちょにいっぱいついてる。なんかね、お花みたいですよね、これだけで。だから、ね、多分まだもうあと1回か2回は出荷しないといけないんじゃないかな。この辺とかありますかね。若いのもいっぱいついてるからもう少し成長させて取らないと、もう枝ごと切らないといけなくなっちゃうので、もうちょっと様子見ましょうかね。少し数が落とせたからいいんじゃないかな。今こんな感じ。まだね、こっちの方にもいっぱい落ちてるんですけど、結構落としたんじゃないかな。まあまあ、またちょっと様子を見て作業したいと思います。はい、ということで今日は金柑の摘果、まあ、1回目なので、まあ、大まかなとこだけ落として、また今後ですね、少し成長してからもう一度摘果の時間を取ろうかなと思います。その時にちょっと楽しみにね、高いところも一緒にやってもらおうかなというふうに考えております。今日もゆるっとした内容でしたが、最後までお付き合い本当にありがとうございます。中古でもしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、月でした。